いや今日はねホットウィールのドンキホーテ限定アソートの発売日なんですよね。で今10時56分で私ここに2時間以上いますからね。そんなわけで土曜の朝からドンキホーテに並んできたジャンクスタイルですで今日ホットウィールのドンキホーテ限定アソートの発売日だったんですよね。なんだっけエンターテインメントアソート、これ海外だとなんだっけレース&サーキットとかそんな名前だったんでそのまま出せばいいのにね、よくわかんないですけど。でよくわかんないで言えばドンキホーテもよくわかんないですよね。毎回そうなんですけど、ホットウィールドンキホーテ限定が出るときって右往左往してしまうんですけど、今回きちっとした情報が出てなくて、いつだっけ水曜日だか木曜日だかに PDF が見つかったんですけど、その大元の URL というか見るとマテルジャパン確かねなってるんですけど、マテルジャパンのリンク元がわかんないんですよね。 PDF だけ出てきて検索するとね、ホットイールドンキホーテなんかで検索すると出てきたんですけど、でそれの信憑性もよくわかんないし、なんだろう3月20何日付現在のなんだろうみたいな感じになってて、なんか変更もあるよみたいな感じになってたんですよね。でうちからね一番近い取扱店が車で50分ぐらい行ったところですね。全然生活圏でもなんでもないんですけど一番近いドンキホーテ家から見えてるんですけどね、全然でまあわかんないからさ電話したんですよ。いつだっけあれ水曜日か木曜日かな、電話して確認したらそもそも販売はありますかっていうところからなんですけど、わかんないと、入ってきてないからわかんないと。リストに入ってるんだったらまあうち取り扱い店なんでしょうねっていう感じのお返事だったんですけど、でまあ販売するとしたら何時からなりますかっていう、あと販売方法はっていう感じで聞いたんですけど、それもわかんないというか、まあ9時開店だから9時には出しますよと。で特別なね指定があればホットイール側から要は待てるから指定があれば10時とかになる可能性もありますということなんですよね。でまあほら整理券配ったりするお店もあるじゃないですか、店舗によってねとか店員さんがね誘導してっていうところもあるんで、販売方法を聞いたけど9時だったら9時に売り場に出しますと、10時だったら10時に売り場に出します以上でしたからね、まあ、とりあえず行くしかないなと思って今日行ってきたんですよ。8時50分ぐらい着いたのかな。で入り口並んでて、で私一人でずっとで開店して私一人でで初めて行くドンキホーテかな多分、うん、で行ったらまずホットウィール売り場っていうかおもちゃ売り場が分かんないからぐるぐる迷っちゃって、ちょっとね動線が特殊ななんだろうドンキホーテで なんだろうな回遊型っていうかもう動線が決まってるんですよね、レジまでの。なんでその動線通りに行ってたらおもちゃ売り場がどんどん遠くなっちゃってたっていうね、途中でこう分かれ道があってみたいな感じで、でやっと見つけてホットウィール売り場覗いたところ、お一方いらっしゃったんですよね。でベーシック感、見てたんでまあ話しかけて、あれ限定アソートありますかみたいな、なんかチラッと見た感じなかったんですよね。限定アソートないですよねみたいな感じで、ありますみたいな感じで聞いたら、あ今日そんなの出るんですかって、私はその方はその違うのをベーシックカー何か押してないかなと思って探しに来たんですよっていうことだったんですよね。で多分雷神を探されてらしたのかな、今月雷神買いましたみたいな話なんかもしたんですけど、もしこれ見ててそういう会話を今日したなっていう思い当たる方いらっしゃったら話したの私ですですっげえどんどん話長くなっちゃってるんですけども、どうしようもないからとりあえずレジの方に聞いたんですよね、今日発売の分があると思うんですけどみたいな感じで。そしたら10時からなんで、10時から販売いたしますということだったんです。で以上だったんで、いやどうすればいいですかと、どっか並べばいいのかなとか整理券配布あんのかなと思ったら、売り場でお待ちくださいということなんで私売り場にじっと1時間近く立ってましたすごいよね。もういやだってやることないしね、車で戻ってたらね他の人来たら嫌だしなとか思って、でそう戻ったらもう先ほどいらっしゃった方も
の変えられてたんで、私一人でぼーっと待ってたんですよね。で、ぼーっと待ってる間に、そのお店マッチボックスの取り扱いもあって、私の近所全然マッチボックスがないんですよね。バースデーもトイザラスもあまりないんで、なんかマッチボックス見てたら欲しくなっちゃって、これカゴにどんどん入れてた。6台ね。あの、なんだろう、マッチボックスのベーシックカーってホットウィルのベーシックカーよりちょっと高い、100円高いのかな、じゃないですか、昔からかな、イメージあったんですけど、今やホットウィルのベーシックカーメインラインもね、あの値段上がっちゃったんで、なんかそんな変わんないやっていうか、むしろ安いやと思って買っちゃった。あの、まだたくさんあったんですけど、2020ホンダ E、 あるんだね、めっちゃあったっすね、マッチボックスも。こんな感じで、トミカよりちょっと小ぶりだけど全然作り悪くないですよね。で、これあった、トヨタハイラックスピックアップ、これお色が綺麗っすよ。なんだろう、多分映像伝わんないんですけど、なんだ、メタリックバーガニー的な感じ。あとこれレース仕様でかっこいいなと思って、62メルセデスベンツ 220SE、 これもいいよね。とこれルノーカングエクスプレス、カング あるんだと思って、あのマッチボックスもあるんでしょうね。なんだろう、これ鍵屋さんしようかな、あ、セキュリティサービスって書いてある。なんだろう、マジョレットのイメージがありますよね、カング。最近出てないのかな、あ、出てるよね、あんまり出てないのか。すごい展開してましたよね、マジョレットも。あとマスタング好きにはね、素通りできなかった19フォードマスタングクーペ、マスタングのさ、こんな、いいっすよね。まあ、のっぺらぼうっすけどね。これもいいよね、スタイルいいっすね。と、あとこれ。71ポルシェ914。え、これのサファリ、あの、レース仕様のやつが最近出てるのかな、あの、ホットウィールで。これもいいよなと思って買っちゃってます。これいつのだろう、わかんない。全然あのマッチボックス詳しくないんで、かといってホットウィルが詳しいわけじゃないですよ。そう、6台も買っちゃって、これがね、後々にね、結構な、あの、事件を引き起こすんですけど、で、そうこうしてたら、5分前ぐらいかなになってて、で、あの、ガラガラガラとやってきたんですよね。こんな感じのやつが。で、ああ、やったーと思ってたら、やっぱり10時販売開始ということなんで、10時まで触らないでくださいねってなって、で、あの、見たら、すごい数、カテゴリーがあって、なんだろう、NSX が5台と、P1 が6台と、ジェスコが4台。で、あの、シェルビーのマスタングが3台でしょ？で、ポルシェが2台。以上ですね。これどういう貼り方してんのと思って。普通2台ずつのワンケースじゃないかなと思うんですよね。あの、段ボールの箱が。だから多分ね、分け合ってるんじゃないかなと思ってるんですけど、そもそもその、今回取り扱い店舗少ないのに、その中で分け合ってんだと思って。だからなんだろう、いろんな SNS 等々見てたら、すごいたくさん入ってるお店もあるんですけど、私が行った店はこんな感じだったんで、これ一番じゃなかったら全部買えなかったなと思って。で、あ、なんだっけ、そう、一会計、一車種一台までになってたんですよね。で、私が誰もいなくて、結果。で、あの、担当のお姉さん、綺麗な方でしたね。で、が、あの、と話、もう暇だからさ、5分ぐらい、まだあったんで、ちょっと話してたんですけど、まあ、数に偏りがあるけど、もう来た時点でこんな感じだったと。あとは、なんだろう、10時まで、10時から販売開始だけど、もう10時にレジを通せばいいから、あの、まあもう選んでてもいいですよと。で、一会計、ね、一車種一台だから、他にいらっしゃらなかったから、あの、複数台欲しいのあるんですけどっていうふうに聞いたんですけど、会計後、またね、戻ってきたら買えますかって聞いたんですけど、まあ一応限定なんで、あの、とりあえず、あの、一人一個にさせてくださいと。一台ずつね。と、お問い合わせ等々もいただいてるんで、多分問い合わせたのは私なんですけどね。はい、で、どれかね、欲しいものあるんですかと、あの、複数台欲しいものあるんですかって聞かれたんで、あの、2台しかないポルシェ欲しかったんで、これですって言っちゃったんで、
まあ他にお客様もね来るかもしれないんで、もう30分は待ってくださいと。多分他の車種ね、例えば NSX だとかだと5台だからいいよって言われたかもしれないんですけど、まあとりあえずね、30分待っていただいて、で他にいらっしゃらなかったらいいですよと、残ってたらいいですよっていうことだったんで、30分だったらやべえなと思って、とりあえずね、まあこの5台を、カゴに入れさせていただいて、一応ね担保なんかも確認して、これちょっとねラインがやっぱ途切れてるの多かったっすね、うん、で、まあ9時59分ぐらいかな、あもうレジ大丈夫ですよって通してる間に10時になるんでって言われて、まあレジ通して、で30分の間に売れるかなと思ってたんですけど、まあとりあえず5台買えたからいいやと思って、でまあ喫煙所なんかもあったんでタバコ吸いながら待ってたんですけど、まあ待っててもね、途中でポルシェこれね、これ2台しかなかったんで、売れちゃったらどうしようもないんで、どうしようもないというか行ってもしょうがないんでね、何時、10時15分ぐらいにもう一度見に行ったんですよね。行ったところまだ全然私以外買って、誰もね買ってなくて、でもうあと15分はね待たなきゃと思ってたら、ベーシックカーの下の方、棚のベーシックカーぶら下がってるじゃないですか、よくの棚の下にさっきまでなかったベーシックカーが並んでるんですよね。あれと思って見たら、先週発売のアソートですよ、メインラインねがごそっと出てて、こんなのあったんすよあったんすよっていうか、え何と思って、でなんだろう、トレジャーハントが2台、ツインミル2台あって、ライジンも2台あって、クーペクリップに至ってはなんだかあれだよね、すごく人気でどこも見かけなくなっちゃってますよね。4台あったんですよね。多分2箱分なのかな。でも数的には72もなかったんで、はどうなんだろう、在庫出した感じだと思うんですよね、多分で、と思って買っちゃえと思ったけどさ、さっきマッチボックスお見せしたじゃないですか、6台も買っちゃってたから現金がなくて、財布の中に、あやべえと思って、でクレカ切るのもちょっとやだなとか思って、あ違う、クレカ置いてきてたんだ、家にね。今日は現金しか使わないぞって決めてたんで、そう。で、あれやばってなって、ちょっと ATM 行かなきゃと思って、ATM 行ったんですけど、まあね、なくて、コンビニがないんですよね。近所に。で、ヤフーカーナビで、近くのコンビニ行って、検索したら、所要時間15分になってましたからね、どんな偏僻なところにあるんだと思って、ドンキホーテがね。いや、いろいろお店なんかもあるんですけど、15分、県内しかないのみたいななって、よくよく考えたら、なんだろう、お財布携帯とか入れてるんで、ID とかね。それはドンキホーテ使えるんで、あ、そう、ドンキホーテ自体が電子マネー使えないんですよね。ID と、エディと、あとなんだっけ、あ、クレジットカードですね、現金以外だと。あとマジカか。しか使えないもんですから、で、よくよく考えたら、そう、ネットバンキングなんで、ID に移せばいいだけだったのに、チャージすればいいだけだったんですよね。ただ、気が動転しちゃって、コンビニを探し求めて行った感じで、15分かと思ったんですけど、その間に、1軒コンビニがあったんで、それでも10分ぐらいだよね。で、お金下ろして、買った次第です。はい。で、狙ってたポルシェはね、全然まだあったんで、買ってますと。で、NSX もこれ見たらかっこよかったんでね、これ2台目買いましたと。で、そう。これ、そうだ、これの説明、ま、中途半端だったね。だから、なんだろうね。で、あ、そう、スチュードベーカーあったけど、スーパートレジャーハントはなかったですね。あとは順当に全部あった感じかな。あ、あれだ。フュージョンバスター。フュージョンバスターあったら買おうかなと思ったらなかったですね。だから箱に偏りが今回結構あったのはあったと思うんですよね。ただまあ雷神2台買えたしなぁと思って。トレジャーハントなんかね、一つのお店で2台買ったの初めてかもしれない。で、そう、これも2台あったし、もうホクホクでレジに行ったら、レジ同じ人なんですよね。朝一で問い合わせた人って。
と、あの1回目レジし、ね、会計していただいた方と、もう2回目行った時にあの会計していただいた方が同じ方だったんで、あれさっきも買いませんでしたと。で、あの同じもの2個ないですよねって言われたんで、多分これのことを言われて、だって同じものだからね、ホットイール 2台ないですよね、あの同じもの買われてませんよねって聞かれたんで、まあ、さあの先ほど担当の方とお話しして、まあ、30分だったらいいよっていうことで、買っておりますというふうに説明して、あ、そうなんですねみたいな感じだったんですけど、30分どころかね、結局レジを通ったのが10時50分過ぎてましたよね。冒頭に言ったように車に乗ったのが10時56分とかだったんで、まあね、2時間以上いましたね途中コンビニにあの駆け込むっていうこともあったん で、結果なんだろう、私も今回は多分1台ずつとか限定だろうから、この5台1セット買えたらいいやと思ってお金用意してなかった、現金持ってなかったっていうのもあるんですけど、思わぬ買い物しちゃったね。ベーシックかも。あ、で、そう、ドンキホーテ300、私が行ったドンキホーテは383円なんですよ。ベーシックかのメインラインもね。なので結構な金額使っちゃったんですよ、これ。まあ、383円出してもいいかなと思うものを買って、いましたね。まだいろいろあったんですけど、選び放題だったけど、なかなかね、厳しいっすね。うん。まあ結果、今日、あの、そちらのドンキホーテで購入したものがこんな感じですね。なんだかんだってかなり買ってますね。マッチボックス6台。これは予定外だったんですけど、これを買わなければお金全然足りてたよなとか思ったりするんですけど、後悔はないです。はい。あの、コンビニ駆け込んで、ま、あの、間に合ったんでね、全然。で、今日、発売のドンキホーテ限定アソートの、なんだっけ、エンターテインメントが、6台ですね。7台か。計算ができないですね。あの、全5種類プラス NSX と71ポルシェ911、こちらね、を、1台ずつ買ってますので、計7台ですね。あと、あの、メインライン、ベーシック化のメインラインが、何台 ?6 台か。383円。一番高いんじゃないかな350円の消費税 10% だから385円がマックスかに近い数字のお店ですね。一番高いよね。もう安売りの電動って激安か、激安の電動ってどうなったのって感じなんですけど、まあでもライジン2台とかクーペクリップ2台とか、あとトレジャーハント2台とかだから結構いい感じで買えたんじゃないですかね。で、ここまでで、あの、なんだろう、たどり着くのすっごい時間かかってるんですけど、せっかくなんで今日はね、こちらの、ドンキホーテ限定アソートエンターテインメントをね、一台ずつ開封して、あの、一緒に見ていけたらなと思います。じゃあ順番にね、見ていきましょう。こちらが1番目、2020フォードマスタングシェルビー GT500 ですね。これ、去年、メインラインにも入ってたね。あの黄色の部分ですね。あ、この後コメントで質問いただいたんですけど、どうやって開けてるんですかって聞かれたんですけど、この字、下にこの字、ここだけ残してね、カッターで切ってる感じですね。だと、あの、これ取り出しても、元に戻せるんですよね。で、重さで、あの、なんだろう、剥がれたりしないから、落ちたりしないですね、めったなことじゃ。まあ、あんま戻さないですけどね、私。で、今回、ライムグリーンかな。です。で、今回のアソート、何が注目されてたって、だいたい、なんだろう、ベーシックカーのサイドラインに当たるんですけど、ベーシックカーって3面なんですよね、印刷が。だから、ホットイールとか、なんだろう、1面、2面、2面、3面、4面、5面、6面ぐらいあるんですけど、ほぼほぼ、入ってるんですよ、あの、3面ルールっていうか、ベーシックカーって、3箇所しか担保が、ちょっと担保が入らないんですよね、塗装とかが。なんですけど、今回はね、豪華にフル入ってるんですよ。だからなんだろう、あの、タイヤがプラスチックなのと、あの、シャーシもプラスチックなのを除けば、ほぼほぼ、なんだろう、プレミアムラインっていうかな、あの辺と同じような感じになってるのが特徴です。はい。だから、400円ですごくお買い得感はあります。あ、そうだ、440円ですね、今回。で、サイドライン、あの、ベーシックカーのサイドラインは値上げなかったみたいですね、今回は。だから、あ、なんだろう、ヤマダ電機限定の
やつもそうでしたね、440円だったんで、まあ良かったね。で、今回これね、ミシュランがね、綺麗ですね。で、塗装もやっぱりちょっと、なんだろう、みんなに比べたら、きっちりしてる感じがするっす。で、ヘッドライトなんかもね、ちゃんと入ってるんですよ。リア周りもバッチリっすね。いや、いいっすね、これ。ちょっと色がね、ライムグリーンかなーって感じなんですけど、マスタング好きとしてはね、もう2、3台欲しかったところなんですけど、なんせね、今日ちょっとお金使いすぎちゃったんで、これ1台にしましたけど、これいいっすね。あ、いいよ、かっこよ。あ、どんどん行こう。でもすごい時間取ってるからね。次行きます。どんどん行きますね。マクラーレン P1 ですね。こちら、はい。そう、なんだろう、ちょっと誤解っていうか、あって、サイドライン、今回発売されたの、エンターテインメントアソートサイドラインなんですけど、これもまあ、ベーシックカー扱いです。ベーシックカーのサイド、なんだこれ。さっきもなんかつい、何か剥がれた、マスタング。ベーシックカーのサイドライン扱いで、なんだ、第一土曜なんか発売されるやつは、ベーシックカーのメインラインなんですよね。はい。で、こんな感じで、塗装もしてあった。あ、ここ怪しいっすね。あ、わかんなかった。横からこう見るからさ。上からちゃんと見ればよかった。ここ塗装がちょっと怪しいっすけど。だからこれも、なんだろう。え、最近だとあれか。ベーシックかあんまり入ってないのかな。でもなんだろう。なんていうかな。初登場時みたいなカラーリングでちょっとゼッケンとかがついたかなっていう感じですね。これはこれでいいかな。ちょっとこの辺の塗りが足んないですけど、でも綺麗ですね、こう。やっぱ、なんだ、ベーシックカーとしてはすごく満足度高いですね。で、次、17アキュラ NSX。これはもう1台買ってるね、これ。これなんか、見た感じ、かっこよかったんで、買ってますね、もう1台。感じで、お、綺麗です。綺麗、綺麗。塗装色もいいですね。トミカレベルの塗装色、色。いや、今回なんだろう、この2台もそうだけど、塗装自体結構丁寧ですね。で、担保なんかも、なんだろう、きっちり入ってるんで、すっげえ満足度は高いっすね。これなんだろう、ホイールだけ変えてあったら、本当プレミアムラインだよって言われてもわかんない。レベルですね。おお、で、色綺麗めっちゃ。これも散々なんだろう。去年単品販売、メインライン入ってたんで、赤の方かな。買われた方多かったんじゃないですかね。で、セカンドカラーの緑かな。ライムグリーン系の。あれが、確か、1ヶ月しか販売なかったし、単品販売もなかったんで、ちょっとレアっちゃレアですね。で、今回こんな感じ。タンポも細かいね。横浜って書いてある。カストロールとかね。おー。いいっすね。なんか、レーシング仕様なんで、タンポが多いと嬉しいですよね。あ、ほんと綺麗だ。あ、いや、いいね。で、その次が、今回一番人気かな。71ポルシェ911ですね。これも、先ほど申し上げたように。2台変えておりますと。これ一つのお店2台しか入んなかったから、結果的になんか買い占めみたいになってるけど、11時ぐらいまで誰も来なかったからね。これは、あ、そう、私、ヤマダポルシェって呼んでるんですけど、一人でね。去年がそう、この方のポルシェが、なんだっけな、ヤマダ電機限定アソートの、なんだっけ、オレンジ&ブルーだっけ、あれと、ヤマダ電機で配布された、コレクターズ、しかあ、かな、ぐらいだったんで、ヤマダ電機つながりが多かったんで、ヤマダポルシェと呼んでるんですけど、ですね。て、な感じで。ゼッケン何もないのがいいかもね。で、こんな感じで、おぉ、やっぱいいっすね。あ、ちょっと欠けてない、とか言って、まあ、いっか。こっちがわかんないからね。反対側。
仕方ないですね。あ、まあ、正面から見ればいいのか、こうやって。でも2台しかなかったから選びようないし、ちょっとこの辺の塗装も、あれだけど。まあでも、タンポも綺麗だし、これ、グッドイヤーなんかも入ってるし、いいね。今回いいわ、タンポが豪華。で、塗装もちょっと怪しいところあるけど、なんだろう、ちょっと厚塗りっていうか、メインラインに比べるとなんだかこう、ちょっとね、豪華な感じがする。で、次。これ残りそうかな。2020K2 ジェスコですね。これも、あれか、去年のあのメインラインのやつはかなり売り場残ってましたね。未だにバーセーなんかで見かけるんですけど、これかっこいいね、でも。めちゃくちゃかっこいいじゃん、これ。いや、いい。あの、塗装色がね、綺麗。全然イメージ違いますね。なんだろう、あの、去年のメインラインのやつと比べて。わ、かっこよ、あ、いいね。ケーニヒセグとか書いてある、カストロールに。あ、全然イメージか。あ、こんなとこ細かい塗装もあるんだ。ここも塗装してあるしね。なんて書いて、ケーニヒって書いてあるのかな。な感じで。あ、これ、あ、いいね。あの、差し色がイエローなのかな、ゴールドかな。うん、ちょっと微妙なんですけど。その差し色もいい感じで、ルーフが黒っぽくなってる、ラインの関係でね。こう繋がってる感じっすね。いや、いいね。多分残りそうなんですけど、もし残ってたら、あの、買うことおすすめしますよ。まあ、440円だけど。いや、ほら、ベーシックカーのメインラインだってさ、385円なんだから、そんなに変わんないっす。50円ぐらいか。あ、これおすすめですね。多分取扱店舗で大量に入ってるところなんか、だと残ってると思うんです。これおすすめですね。色もちゃんと入ってるし、すごい。かっこいい。あ、これ一番の収穫ですね。いや、思ったよりかっこよかった。あ、全然かっこいい。いいわ、これ。まあ、今日発売の、ドンキホーテ限定アソートだったエンターテインメントアソート、なんだかわかんない2本目になってるんですけど、そちらの方、見てたわけなんですが、まあ後ろにね控えてるものも含めて結構今日はいい買い物ができたんじゃないかなと思います。これもあの先ほどから申し上げてるように、あのなんだろう、担保とか塗装が、担保かなが、あのいつもの3面ルールじゃなくて合成に仕上がってるんで、こちらも非常に満足度が高いアソートになってるんで、まあ、あの、お近くに対象店舗がある方は、なんだろう、お店によってはめちゃくちゃ数入ってるから、残ってる可能性って全然あると思うんで、行ってみてはいかがですかね。あと、まあ、売れ残ってる可能性が高いジェスコも、これも非常に満足度高いんで、おすすめですね。これ、この中で1台、どれかって言われて、多分人気はポルシェ。NSX あたりになるかなと思うんですけど、ジェスコも忘れずにねっていうか、うん、実際手に取ってみたら非常に、満足度が高い時代でしたね。はい。っていう感じで、今日は朝からね、あの、並んできたんですけど、まあ、ちょっと結構疲れたし、お金もいろいろ使っちゃったんですけど、まあ、満足ですね。うん。不満はないっす。という感じで、ミニカーね、いろいろ紹介してますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、何かしらコメントいただけると非常に嬉しいです。はい。じゃあ、長々とありがとうございました。ここまで見ていただいてね。はい。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。